ジェイワンと申します。参加できて非常に嬉しいです。今日のアジェンダになります。この4つです。So、まず Yahoo Japan の、えー、と振り返りをします。So、2>, えと2年前まで、えー、とプロプライエーターの IS を作っていました。 <music> えっと、まあ、結構頑張ってましたが、えっ、ー、と、OpenStack、まあの思想に似ているものを作ってました。<music> えっと、まあ、昨日もこれは話しました <music> えと。もう OSS のエコの中でないと、えー、と会社が置いていかれます。 Um, OSS OS と同じようなインターフェースを持たないと,、えー、と厳しいです。Otherwise too difficult. えーとで、まあ、これの、えー、と問題はやっぱり運用が手いっぱいですね。えー、開発とかをやっている暇がなくなってしまいます。 新しいハードウェアの検証ができなくて古いものを使い続けるってそういう悪循環がどうしてもありました to, well,、really one, so、そして2013年からオープンスタックの評価を開始しました3ヶ月ほどでオープンスタックをリリースしています and released within 3ヶ月ほどでオープンスタックを

And the user can have the continue to have the same experience regardless of what kind of physical thing they choose because it's now abstracted. And we are now able to introduce the appliances that we are happy with, the new ones, um, at the right time that we want. えっと最初のリリースからですね、オープンスタックへそのハードウェアのロードバランサーをあの組み込んだり、コークリエーションというのを大事にしていました。Uh, NimbleStorage、um, とはですね、2013年の終わり頃からこ,う、uh, この辺の話をしています。And our dialogue with the えとまずこういったことをですね、OSS のエコを活用することが可能になりました。今の OpenStack の環境というのは、2つのストレージのアプライアンスと1種類のソフトウェアベースのストレージシステムを導入しています。 3種類のストレージをまあこういったことで導入していますが、利用者があの何を導入しているかというのを意識はしていないです。Happening behind the scenes. でまあ、ちょっとと運用者は大変ですねっていうところはあります、ね、これがげ、えっと、現在の OpenStack の話をします。So this is the current status of えとまあ昨日と似たような数字をえと並べています。プレスカンファレンスの方であふれたんですが、6人の開発者と4人の,あの運用者の割り当てになっています。特定の,その人が特定のプロジェクトを担当するということはありません。 We don't assign specific people to specific OpenStack project. Which means um, every specialist is knowledgeable about every project and uh, they involve themselves in these projects in terms of a bug analysis and performance tuning and many other aspects. これはですねあの昨日説明したその20以上ある OpenStack ク,クラスターを統合管理するための WebUI になります。Clusters together. この,そのセントライズされた UI からですね、OpenStack と KVM、OpenStack と VMA、OpenStack と b a r m e t a l 全てをコントロールすることが可能です。From the centralized UI, You can control everything, including OpenStack plus KVM, plus VMware, and plus bare metal. And the API provided is the same for all. We have more than 2000 application developers. でこれは2000人のエンジニアに対して、オープンスタック環境のトラブル解決ためのサポートチームをえっと僕は抱えています。そして、パブリッククラウドとの,あの価格比較になっています。 かなりあのアグレッシブな数字なんですけれども、そのプライベートクラウドは別にその高くなることはありません。But, uh, でオープンスタックを使うにあたっては、API、えっと AP I っていうものを変更してはいけません。So API が変更されたそのベンダーのドライバーというのはやっぱりあるんですが、それはあ,のあまり使うことは推奨しません。実際の,そのインフラを支えている僕らみたいなエンジニアとまあ J みたいなそのあの開発者はその行動に対する考え方がやっぱり違います。Because Approach to coding, uh, writing is a very different between somebody like Jay who's a developer and somebody who has to support the infrastructure. So that is why we always make sure that we conduct code reviews. There are many vendors and drivers that are being released, but I think it's better to always conduct code reviews. Many vendor drivers are available, but さらにその独自のデータベースの構造を持つあのドライバーもありますのでそういったこともなるべく持たせないようにすることが大事です。And そして、えっ、ー、と、まあ、今回ベンダーとコラボレーションした内容になります。あの、ベンダーに、あの、任せる部分っていうのをちゃんと作ることが大切です。でコスト意識を持って、その得意な部分をですね、まあ、お互い担当し合って、コミュニティを広げていきます。 Always uh, have keep cost in mind and uh, try to uh, take care of the part that you're strong at, so that you can help expand the community. And this is the area where we collaborated. The challenge we had was um, instance cloning was taking too long. この問題解決というのを2年前に着手しています。当時は、シンダーでボリュームを作る際には毎回グランスからこうイメージの転送というのがあります。でもこれではそのインスタンスをクローンスするために非常に時間がかかります。 でグランスから診断に転送したイメージというのはそのすぐにインスタンスにアタッチするんじゃなくて、一回スナップショットを取ってからまクローンしてボリュームを作るということにしました。こういったことでそのアプライアンスにその負荷をオフロードすることが可能になります。 オープンスタックのののの表面上動動ききをを変変更するんじゃなくてて裏側の動きだけっていうのを変えまこれは補足情報です。アビラビリティゾーンごとにストレージっていうのを分けています。 一応この図にも出ていますが、われわれはえっとネタアップとニンブルストレージを使ってます。Storage and えとまあインフラの中小化のためには、ストレージというのは非常に重要です。重要なデータをためますし、ストレージにはどうしても集中した負荷がかかってしまいます。 All the important data is stored in the storage, and there is a concentrated load on storage. So we need to try to make it as simple as possible. And there are many storage vendors who support Cinder, but again, code review is extremely important. そしてまあその他の使い方をしています。OpenStack <products. S 1> Open 上であの5万の以上のインスタンスでそれぞれが20個のパラメーターっていうのをメトリックスを貯めているデータベースとしてえインブルを使っています。 Including 20 parameters and more than 50,000 instances of OpenStack. And this, metrics can be used by everybody in the more than 2,000 user uh, team. We need high I/O performance, which um, Nimble satisfies for us. そして、まあ、オープンスタックを使ってインフラの抽象化っていうのが成功しました。こういったことで、そのベンダーとかえーオープンスタックコミュニティとのそのえーとコークリエーションっていうのがまあ重要だと思っています。 えっとオープンスタックにおいて抽象化されるのでストレージのプロトコルというのはあまり重要ではありません。Now, because of Abstraction,、um, when you use OpenStack, storage protocols are not so important. そして、オープンスタックのストレージというのは、ホットデータの偏りというのがあります。それでは J と交代します。OK、uh,、J、You're you up next.

Or even, uh, on to まず最初に、伊藤さんがおっしゃったホットデータについて、私も繰り返して申し上げたいと思うんですけれども、このアプリケーションのワーキングセットというのは、通常の場合ですね10、10%未満であります。平均では5から6%となっています。 so a more efficient way of using ssd is to only cache working set in a flash. there are other type of datas. maybe you don't need to cache, cache in a uh, ssd uh, for example ray parity, snapshot, or downstream replicas. and also it's more efficient to provide you a way to ping a volume, uh, entire volume in cache if need to. フラッシュをより有効的に使っていくためにどうしたらいいかということですけれども、これはワーキングセットを SSD にキャッシュするということです、つまり、レドパリティとかスナップショット、あるいは下流のレプリカではないということなんですけれども、このような形で使っていくということと、それから必要があれば、ボリューム全体をトータルでキャッシュに対してピニング、固定してしまうということもできると思います。 Oh, this was building to castle consideration in original design. Castle is Nimble Storage's patented file system, and another intelligent design of it is to optimize write, and by using sequentializing render write data to disk. そしてもう一つ最適化をする方法としてはこのライトのですねレイアウトを考えていくということでえランダムのライトデータに関してはディスクに対してシークエンシャルにやっていくという方法があります。そのデータ 書き込まれているデータがアクティブな場合にはもうすぐにキャッシュできるということでトリプルパリティに対応することも可能でありますトリプルパリティのレードをディスク上で行うことができます、so like、storage storage, それでは簡単にニー m b l のストレージの歴史とそれからオープンスタックとの関わりについてご説明したいと思います Nimble was founded in 2008 and went IPO in 2013 its headquarters is in San Jose, California We have more than 1,000 employees, 6200 60, customers worldwide, in 50 more countries. 15、One、more countries.15?15?50.50, thanks.2008 年に創立されまして、2013年に上場しました。そして、本社がありますのがカリフォルニア・サンゴゼです。従業員は1000名を超え、そして世界50カ国以上にですね、6000社以上のお客様がございます。 We are proud to be named the leaders in the Garner Magic Quadrant for General Purpose Disarray for our completeness of vision and um, our ability to execute. We first involved in OpenStack since 2013. We participate and share our experiences in Atlanta, Atlanta Summit, and we also participate and sponsor OpenStack Day worldwide, such as Silicon Valley and Taiwan. In addition, we also sponsor Silicon Valley uh, OpenStack Up meeting. It held quarterly in our headquarter.

また、えー、この OpenStack のコラボレーションを通じてお客様が目標を達成するお手伝いをしております。So

Plus it a そして、えー、非常にこのデプロイメントさらには管理が容易にできるということとモニタリングおよびサポートなどに関してもできるようなシステムをきちんと備えております。 そしてパフォーマンス、キャパシティなどに対応するためにスケールアップ、スケールアウトさまざまな方法が可能になっております。When users with Cinder, we have a Cinder driver to the Nimble services. You can take advantage of Nimble's performance snapshot and zero copy clone. When use of Glance, it provides ephemeral instance acceleration. You can also use Nimble volume as your efficient image service backend. そして、シンダーでお使いいただきました。こちらは非常に高パフォーマンス a n なインスタンスをお使っい,いただくことができますした。コーリステ効率的なスナップショット、ゼロコピークローンというものにも対応しています。そして、グランスの場合には、エフェメラルインスタンスの加速アクセレーションにも使います。しそして、非常に効率的スティなイメージングの管理ができるということであります。If you want to create a single region object store, you can use Nimble as your backend to your Swift services.

シンダーのブロックストレー,ージとしても、uh, 既にですで、ね、に、uh, 実証済みということです。Uh, Yahoo Japan さんなどを含めましてですね、uh, この OpenStack というのは非常に広い用途で使われております。So for the rest of the session, I would like to go into deeper on a new co creation topic that we work with Yahoo Japan currently.It's for how we can make use of cluster file system and share storage in OpenStack. それでは次にコークリエーションと言うことで,です。Yahoo Japan さんと一緒にどのようなことができないるのか具体的にクラスターファイルシステムを使って、これを使って、オープンしたことはでご説明していきないです。So there are a lot of different approaches and solutions for clustering.For example, you can use Ethernet or shared disk.So for this particular session, we are picking up shared disk cluster file system.Sate このクラスターにもいろいろ方法がありましてイーサネットを使ったりシェイドディスクを使ったりしますけれども,も今回はクラスターファイルシステムに主眼を置いてお話をしていきます So the shared disk classifier system take advantage of SAN storage As you can see from the right hand side、um, There could be l e、like、t s for example you, you have five volumes One metadata and four data volumes And all these volumes can be shared by cluster nodes As you can see there are four cluster nodes And all nodes can see those Volume ボリュームに対して、ドジニコとかで,きるわけです。And due to its parallelism design, its concurrent assets from cluster nodes can achieve high performance through workload distribution. ということでこのような並列化を行っているということからえ共通のまあアクセスができるそしてえーワークロードの分散ができるということになりますそしてリモートデータはあたかもローカルにあるかのようにアクセスできるアクセスのトランスペーレンシーも確保できますまたクラスファーシステムを作ることができます Usually, a cluster file system can tolerate a no failure, a Dix failure, or a communi communication failure between your cluster nodes. And it also provides scalability and manageability. It should be fairly easy to add a cluster disk or a cluster node to your cluster file system.

Um, so, you rely on storage system to provide and manage availability and reliability of your data. So, this cluster file system. the case and storage Here are some examples of proxy compliance cluster file system uh, for shared sticks type for cluster system GPFS, cluster XFS. OCFS2 and g f s ということで GPFS、CXFS、えー、OCFS2 て GFS2 の GARIMAS。では、えー、このクラスタファイルシステムに関して、えー、データがどのように分散されるかを詳しく見ていきたいと思います。 in the image, there are n volumes from your same storage, and based on the block size of the file system, it will distribute it all, uh, all all its data or all its block by number of divided by number of n and distributed evenly to all the volumes. Therefore it's important to choose your block size for your file system. It is usually a system parameter. Once you set initially, you cannot change afterward. The only way to do it is probably create another set of volume and migrate all your file system to the new set of volume. It can be very expensive if your file system is large. 通常はこのブロックサイズというのはシステムのパラメーターでありまして一旦決めたら変えることができません変更しようと思ったらばファイルシステム全体をですね新しいボリュームに移行しないといけないシステムが大きい場合には非常に大変な作業です。The general rule to pick up a file system、uh, block size it depends on your workload. If you have sequential workload or a large file size then you can pick a large file system block size for example one megabyte and for smaller You can use the default そしてそのブロックサイズの決め方ですけれどもこれはワークロードの種類によります。つまりワークロードがシークエンシャルであったりですとか非常に大きなファイルがたくさんあるというような場合にはブロックサイズは大きめに設定をする1メガぐらいにしておきます。えー、そして逆にですね小さいものが多いというような場合にはデフォルトのサイズをままにしておいても大丈夫なわけです。And because of that you need a flexible storage system to provide you various block size volume. そしてこのように様々なブロックサイズに対応するためには、フレキシブルなストレージシステムが必要です。 Different block storage system may have differently. So it's better to consult with your storage system before making a uh, decision on file system size. えそしてこのセクターサイズというものも重要でありましてえ最も小さなユニットの IO をちゃんとファイルシステムやボリュームに渡してやることができるかどうかということが大事ですのでえまあ小さい単位ということで言いますと4 k かけるいくつという計算になると思うんですがえこういったものをきちんと受け渡しできるかどうかを確認しておく必要がありますでもちろんこのサイズに関してはストレージシステムの特徴を見極めてから決めていく必要があります I want to add to a little bit the reason is that if you write less than a byte or less than なぜかといいますと、一ト未満あるいは一ク未満でライトをかけようとしますと、えー、そこにどうしてもですね、この、modify、ライトということ、ででペナルティが発生しますですの、でそれを避けるためには、きちんと、細かい単位に対応で、きるように設定しておくべきです I also, also like configurations considerations would also to go through some configurations, considerations それではこのシェードディスクファイルのコンフィギュレーションに関してですけれども、えー、見ていきたいというふうに思います。まず一つ目はこれはメタデータのファイル、それからディスクボリュームの、えー、スプリットに関してです。 どういったメリットがあるかということですけれども、これはですね、キャッシュに対してこのメタデータボリュームをピニングできる、あるいはより効率,効率の高いファイルシステムやストレージが使えるということです。Another consideration is theme provisioning. そして万が一、ですねスペースが足りなくなってしまった場合にメタデータのところですけれども非常に大きなあ障害がありますのでシンプロビジョニングをやっていく際にはきちんと100%このメタデータのボリュームのケアをしてやることが大切です。これはバックエンドの,の話です。 そしてまあスカジアンマップですとか、それからライトセームなどサポートされていないものもたくさんありますのでそういった意味ではクラスターファイルシステムとストレージの間にはシンプロフィジョニングは置かない方が良いということです。 Another consideration for number of shared disks, it depends on your file system size. I think it's flexible to use maybe one or two terabytes per disk for your file system. If you want, for example, create a four terabyte file system, you can create four volumes, each one of them with one terabyte. on the size of the file ディスクの数や大きさを考えていくわけなんですけれどが、一ディスクあたりは1テラバイトから2テラバイトくらいが良いと思います。がって、トータルで4テラバイト必要な場合には、ボリュームを4つ準備するというようなことになるかと思います。ワンインポッ大切なのージは、1つのディスク、全てのボリュームを同じサイズで揃えるということです。 It would be better to devise a way to monitor and predict your storage. Especially for support performance or online access or online I.O. that can damage your performance. If you have a way to monitor and support, it'll be it'll be the best. まあ特にですねパフォーマンスに対して影響を与えそうなえオンラインアセットの Io があるというような場合にはきちんと最初からモニタリングサポートができるような体制といいますかシステムを作っていくことが重要です So next、uh, w e like to go into Linux Storage Stack and see what's the consideration when you configure of our system on top of Linux and what p a r a m e t e r we can tune to make a better performance それでは次に Linux を使った場合のストレージスタックについて、そしてパフォーマンスを上げるためにどんなチューニングができるかについて考えていきたいと思います。こちらの図ににありますように 最終的にストレージのバックエンドに到達するまでの道筋という意味ではまずブロックでレイヤーを通りそれからスカジミッドレイヤーを通りそれからスカジのローレベルドライバーを通っていきます So one thing we found、uh, b e to t t e r make a better performance on i n p o r t storage is go to the block layer usually you'll see DM device for block layer device and to modify those four parameters one for scheduler and request and max, matrix, max sector size and rear, rear head variables s o r r セクターサイズアンド。えそしてですね、このパフォーマンスをさらに上げるためには、どうしたらいいかということで。えー、ここにあるですね、四つのパラメータをーを、いじっていくのがいいだろうということになります。えー、スケジューラーとリクエストと、それからセクターとリードヘッドです。and for sky's、SI、mid layer usually shows up as S. D. device on Linux。there are also three for managers we recommend e d to change。 スケジュール、マッククラターサイズ、マックスククター KB、レケービ。そしてスカジのミッドレイヤーに関してですが、スジュー SDXX のデバイスとして、えー、見えると思うんですけれども、三、えー、つのパラメータがあーが推奨されています。えー、スケジュールとマックスククター KB とそれからードケービアーッド KB ですが、スカジュスとのパラメッ k それからードヘケービです。ンにて、 Uh, for example, in iSCSI, you manage software iSCSI. You may need to modify iSCSId.conf, or if Fibre Channel, it, has, it also has its associated uh, place to modify. In this case, I'll show the iSCSI config configuration. Um, in this case, we we'll like you to modify number of sessions, in our sessions, queue and command max. まあそれからどういったプロトコルを使ってこのバックエンドと通信をするかにもよりますけれども、i s c a ジなどを使っている場合には i s c a ジ用のパラメータがいろいろありまして、ここで出ているのは i s c a ジのコンフィギュレーションのところのパラメータです。セッションの数と q d e p プ s そして CDMMMAX です。Each もちろん、ストレージベンダーによって推奨内容が違いますので、変更をかける前に必ずベンダーに相談をしてください。 So we have this great cluster file system. Then, what how can we use in OpenStack? one way of using it is for high-performance file shared infrastructure. One way of using it is for high-performance file-shared infrastructure. It can also provide a shared file system for high availability in OpenStack. もう一つはオープンスタックにおけるハイワルビティのサービスです。それからもう一つはドッカなどのコンテナーのインフラでも使えます。 このようなえまあ共通のストレージレイヤーとして使えるということです。通常コンテナに関してはどういった課題があるかといいますと、やはりローカルでコンテナを使っている場合にはファイルもローカルにありますので、別のノードに移動させようとすると難しいということがあります。By using a cluster file system, you can simply commit when you try to move your container, you can simply commit, for example, your d i r e c container and bring it up from another node easily. えクラスターファイルシステムを使えば、コンテナはコミットをして、そして別のシステムの方で簡単に立ち上げることができるということです。もう一つの用途はクラウドストレージです これはまあ並列プロセスということ同時プロセスということですので例えばストリーミングサービスなどを提供するにあたってユーザーに対してコンカレントでハイパフォーマンスあるいはロードバランスといったサービスを提供できます So in order to better deploy and make use of clusterfile system We're working with Yahoo Japan to find area of contributions For example Manila for file share service integration And Ironic to set up the infrastructure for clusterfile system とということで他にどういった領域で我々がコントリビューションできるのかということを Yahoo さんといろいろご相談しておりまして例えば、インテグレーションマニラに関するインテグレーションですとかそれからアイロニックの方でのインフラに関する貢献を検討しています。さて、パフォーマンスの測定も行いました。 And we have gone through some literatures and some existing data and there's some common uh, belief and, and common belief and, and some facts about how classifier system perform when you scale your nodes and your disk. <laughs> パフォーマンスがどういうふうに変わっていくかと、いうこと、に関してはこれまでさまざまな事実もありますしそれからいろいろなこと、を人々が信じていると、思いますいろんな文献いろりなすし、既存のデータもあります。例えばノード数を増やせばと、いろんなこと、いろんなこと、いろんないくと、いろこと、が上がっていくと、ががい,いうこと、いす。こと、いろんなこと、いなこと、いろんなこなこと、いろんなこなこと、いろんなこなこと、いろん そして複数のノードからですね、単一のファイルに対して書き込みをするというのはえ複数のファイルに対して、a、ライトをするのと同じくらい高速であるというような考え方もありますそしてノードの数を増やせばファイルの作成のスリプットもスケーラビリティがあるそしてノードの数を増やせばファイルの作成のスリープットもスケーラビリティがある Uh, so, for our test, we try to focus more on file system block size impact and I.O. patterns. And what we're using in the test is we're using two hosts with 16 core and 16 gig memories and using a 32 gig text file size. And on the Nimble CS400 series, it has two 10 gig Ethernet and with 12. 2TB ハードディスク、4SSDs。われわれの行ったテストにおきましては、どちらかというと、ブロックサイズとそれからその IO のパターンのですね影響を見極めようということで、ハードウェアとしては、ホストが2台、各16コは16ギガ、そしてテストファイルサイズが32ギガ、NIMBL の CS440 を使って、これは10ギガビット E×2、そして 2TB×12 のハードディスクと、それから SSD に関しては4つという形に構成されています。 We use the same test workload to test on two different file systems with two different block size, one with 128 file system block size, another one with one megabyte file system block size, and the iO pattern will involve random rewrite and sequential rewrite so

4K、16K、32K ということで、最大1メガまでいろいろなパターンのものをしています。え、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 s え、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 s え、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 l え、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 size a え、え、e え、s even, でご覧のようにこの小さいブロックサイズのシステムということで最適化されていないということがわかると思いますスループットがずっと低いです block size. それに対してブロックサイズを1メガに設定してマグメガバイトに設定してテストするとこうなります、so、We're using IPN-GPFS in this testing and you can see by using a large block size and for sequential or for random even for random write r e w r i t e access ご覧のようにですね、大きなブロックサイズでテストをしてみた場合に、ちなみにこれ GPFS を使っていますけれども、シークエンシャーでもランダムでもリードライトをする場合にブロックサイズが大きい方がパフォーマンスがずっと高いということが分かります。And we can see significant performance improve in random read and also in random writes. Improved about ランダムリードが約40%、ランダムライトが約30%改善しています。そして、ークエンシャルのリードとライトに関しても13.4%、とそれから5.9%それぞれ上昇しています。So、pattern, ということは 実際に使っているファイルのサイズアセットのサイズが大きいという場合にはファイルシステムもそれに合わせて大きいサイズのものを準備した方がパフォーマンスが最高 <this> です it be one size system. この場合は1メガバイトのブロックサイズのシステムを使いました We also do some comparison with number of notes When you stress a notes with IOs And how much IOs you will get by using another notes Or adding another notes to the system それから、濃度数に関してもテストをしています。非常に大きな I O の負荷が変わったときに、濃度を一つ追加するとどれだけ変わるかということです。ええ、Really quickly, on the top graph is with one n o d e and then the bottom graph is with two n o d e s and you can see the performance increase is about twenty twenty seven p on i t nine e p random c read. ええ、そして上がですね、一ノード、下が二ノードのデータをそれぞれ示してますけれども、ランダムリードでおよそ二十 7.9%の改善が見られました。シーケンシャルリードでは21.1%速くなっています。 ということはストレージのバックエンドに、過負荷がかかっている場合に。ノードを追加すると、リードの方は確かに速くなるけれども、ライトの方は。失礼しました。ライトの方。リードの方は速くなるけれども、ライトの方はそれほど速くならないということです。we have more information willing to share with you, but because of time,、uh, we will wrap up here, and we also have a booth in our show floor, please stop by, and we r e willing to share more information with you. ええ、thank you very much. 時間の関係でここまでしかご紹介できませんけれども、まだまだ情報たくさんございますので、ぜひブースの方にお立ち寄りください。本日はありがとうございました